南ウクライナ原子力発電所は、ウクライナ南部、ムイコラーウ州、ユスヌクレエンスクに存在する原子力発電所。キエフの南 350km ほどの位置にある。3基の VVR-1000 e を用し、2850MW の発電容量を持つ。ウクライナの5カ所の原子力発電所の中で2番目に発電量が多い。 南ウクライナ原発は、ルーマニアイサクチャを通るベトリのイースフチャ、ユスヌクレエンスク電力網の一端であるが、これは多くが解体され荒廃している。2005年から、エネルゴアトムは3号機をウェスチングハウスが生産した、原子力燃料とロシアのものの混合利用の試験に利用しており、2005年8月、3号機は最初の6本のウェウチングハウス製燃料集合体を装着した。 2009年9月、ウェスチングハウスは、さらに42本の燃料集合体をエネルゴアトムに引き渡した。主な燃料供給者は現在はトベルであり、トベルとネグックは1997年に、ウクライナの軽水路への核燃料供給を契約している。エネルゴアトムは4号機の建設を2033年までに完了する計画としている。エネルゴアトムは、 ウクライナの4箇所の現役の原子力発電所を運用しており、ザポロジェ、南ウクライナ、リュネ、フメリにつき入れ、合計15基の原子炉がある。どれも、軽水原則炉であり、合計13,835メガワットの発電容量である。ありがとうございます。